久保さん、今回ね、マーク・トゥイーン,ンさんにしましょうか。マーク・トゥイーンさんってこれ、どういう人なんだろう。マーク・トゥイーンさんってどういう人なんだろう。マーク・トゥイーンさん。アメリカ合衆局の作家かあ、トム・ソーヤの冒険作った著者らしいですね。トム・ソーヤの冒険ね。なるほど。この人が言ってる言葉が、夢を馬鹿にする人間から離れなさい。 器の小さい人間ほどケチをつけたがる。真に力量の大きい人間はできると思わせてくれるものだと <laughs>。真の力器が大きい人はできると思わせてくれるものだと。なんかなんかいい言葉じゃないですか。うん、そうなんかね、まあ、まあ、僕は。 やればできるよっていうのを今一応一応位置づけてるんですけどもそのそれは何でかっていうと僕自身もできたからなんですよねこれは本当にまあ僕ができてなかったら言えないんですけど <laughs> まああとはまあねこの億万長者やりの合宿のやり取りしてる久保さんを僕は見てきたし、まあ、他の塾生さんとかも見てきてるんで現場レベルで ね、久保さんが <laughs> 僕はあのー、久保さんがねクロームブックをね自慢して「吉田さんこれ2万円ぐらいで買ったんですよ」みたいなねかニヤニヤしてねすげえ喜んでるのを見てなんか上から見てましたけどね <laughs> なんかこのおっさん言ってるなーみたいなねそんな嬉しいかみたいな <laughs> でもなんか今となってはね それも伝説の歴史の1ページになりましたけど <laughs> うんなんか本当にそのうんそう僕の熟成さんでその女性の方で1億売り上げ作った人もいるんですよ1年でねだからもうトータルチャンネル登録も10万人いきましたしもう,もうだいぶ育っちゃいましたけどうんその方も最初なんだろうなあの 何発信していいか分かりませんみたいな感じでご相談いただいてまあとりあえずあの何でもいいからやってみればいいじゃないですかみたいなね <laughs> なんかそんなアドバイスしたりしてた今となってはって話なんですけどそう今度鷲津さんっていう方とまた対談しに福岡に行くんですけど鷲津さんも一,一番最初動画撮るときも顔を引きつって動画撮って4時間か3時間かけてね1本作れて「吉田さんできました」みたいな。 で動画見て「大丈夫かな?」こかもしみたいなね <laughs> まあその方も、えー、っと46か7ぐらいから始めたんですよねネットビジネスでもその方も1億いきましたしやっぱね僕もできたしそのできそ,そういう状況からそのねあのこう結果を出せるようになってきた人とをやっぱ見てるのでできるとしか確信,確信というかね 逆を言うと、できないと思う人はできないっていう確信ですよね。うん、まあ、あ、できないと思うのだっので,できないじゃないですか、やめとけばいいじゃないですかって話で <laughs>。でも僕はできると思うんで、てかそれも見てきたし、僕もああの実践してきたし、って話ですよね。うん、だやっぱ、まあそれもね、感じるっていうことに、どう、 なんだろうなか考えても多分考えたら本当無無理だと思うんですよねうんなんか希望を感じるとかこれいけるんじゃないかって感じるとかうんそうなんかそういうのが非常に大事なんじゃないかなと思いますね生きる生きていく上で何かこう掴んでいくためにはうんなんか人間って面白いっすよね うん、なんかその人間ってその考えることもできれば感じることもできてまあどっちの方が優れてる能力なのかっていうこれ誰かがこれもすいません誰かが言った誰かが言ってたんですけど一番信じれるのは直感だみたいなね <laughs>、うん、直感を信じなさいみたいなね、うんまあ、直感感じるってことですよねビビッとくるっていう、うんまあ、久保さんも 自己アフリエイトセルフワークやったときにこれだっていう直感もあっただろうしこれで奥だってこれこれを教えれば奥いけるやんみたいなね, <laughs> ねでも多くの人はそれを感,感じないかもしれないですよねセルフこれを教えればそうだみたいなね感じないかもしれないし、うん、そう感じるって大事だね何を感じるかですね いってらっしゃい。